どうも、S&P500 一本リーマンです。突然ですが、貧乏人が金持ちになるためには収入を増やすか支出を減らすかが必要となります。今の日本では収入アップが見込める会社も少なく、副業が推奨されてきてはいますが、凡人であり怠け者である私たちにはいささかハードルが高いものとなっております。だとしたら支出を減らしていかなければなりません。基本的には毎月の必要経費などを見直すだけで OK です。今日は私が実践している節約術について紹介していきましょう。まずは携帯を格安 SIM にしましょう。これは必ずやった方がいいことの一つで、スマホも安い Android にすることを推奨します。次に食費を抑えましょう。1日の食費を1000円としたら30日で3万円です。1日3食しっかり食べたいなら1食あたり330円です。次に車を売りましょう。自動車が必要なら軽自動車にしましょう。任意保険などは車両保険など外せばかなり安くなります。次に不要なサブスク契約を解除しましょう。動画系のサブスクで有名な Netflix や Hulu などどんどん値上げしてコスパが悪くなっています。個人的にはアマプラなら月に500円以で加入できるので、タイトルは薄いですが加入する価値はあるかと思います。次に賃貸なら収入の 20% 程度の家賃の家に住みましょう。安ければ安いほど金は貯まりますが、2から3万の家賃だと不便すぎてかえってコスパが悪くなります。漫画喫茶や格安ホテルで暮らす選択肢もありますが、やはり住居を持っていた方が仕事面でも健康面でも有利です。次に恋人がいるなら別れましょう。結婚してしまうと貯蓄を加速させることが困難になります。貧乏人が子供を産んでしまったら、もう金持ちへの道は閉ざされたと言っても過言ではありません。とりあえず以上にしておきます。こんな感じの生活を送っていたら貯金は貯まるのでしょうが、ストレスも貯まるでしょうから、適度に散財したり発散することも重要です。自分は好きなものを食べることが生きがいなので、食費は毎月10万以上になってしまっています。なんだかんだ遊びに行ってしまったりもするので、上記のような節約を実践しているわけではありません。結局、できる範囲で節約していけばいいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは投資の話題とかを話していますが、私は何も考えずに負けない投資ができるので、正直特に言うこともないのですが、暇なので動画投稿してます。応援がてらチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それでは皆さんまた見てね。ご清聴ありがとうございました。